についてちょっといろいろ話していきたいなと、はい、思います。アキトとルナで、アキルナです。ではい、ということで本編入る前に皆様に、ご報告があります。この前10万人登録記念でね、ツイート本をさせていただいて、いいねリツイートした中から抽選で10名の方にね、ロゴ T シャツの方をプレゼントしますっていう動画撮ったんですけど、でそれでもうこの動画をね機にもう抽選の方は締め切らせていただいて、自分たちの方で多分明日明後日ぐらいにね DM の方を抽選10名選んで、送らせていただきます。でそれで2日以内に返信がなければ次の方っていう感じでやっていこうと思ってますんで、ぜひ DM の方をチェックしておいてくださいっていうのが1点と、あともう1点あるんですけど、ですね、まあ、動画の企画でブサカワ選手権の方をやりたいと思ってます。で動物の種類は基本問いません。ブサカワな瞬間を写真撮って、まあ、Twitter、インスタの DM を送っていただければ、その中からね自分たちがブサカワだなと思った子たちを10匹ぐらい動画の方で紹介していきたいなと思います。で犬も OK だし猫も OK だし爬虫類とかね哺乳類も OK なんで、でその中から動画に紹介された、方にはアキルナからインスタの DM、 ツイッターの DM の方で、Amazon ギフト3000円をプレゼントしたいなと思ってますんで、ぜひ皆さん、DM の方でブサカワな瞬間を送ってくれると嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。それが25日まで、そう締め切りが25日までに DM の方で送っていただければ、その中からブサカワだなと思った子を見つけていって動画の方で紹介していきたいなと思います。1人1枚で、そう1人ね2、3枚でも食ってくる方結構いると思うんですけど、まあねそのブサカワな瞬間1枚にちょっと頑張って絞っていただいて送っていただければ嬉しいです。はいはい、ということで皆さんたくさんのね、応募お待ちしております。はい、はい、ということでですね、今回はちょっとね急な企画になるんですけど、結構 DM とかコメント欄の方でもね、今日の朝昨日ぐらいかな、今日の朝ぐらいからすごいなんかグレートデーの事故があったんですけど、どう思いますかっていうコメント、そう DM をいただいて、ちょっと急なちょっと今回この企画に変更したんですけど、ライトでおいで、なんだろう、今までなんだろうロイズを見てきたから、えグレートデンでこんな犬なんだちょっとびっくりしちゃったみたいな、ロイズどんな感じなんですかっていうコメントがすごい多かったんで、今回はちょっといきなりなんですけど、グレートデンについてちょっといろいろ話していきたいなと、はい、思います。でまずですね、グレートデンは結構知られてない方も多いんですけど、一応ね犬の中でも特定犬に入ります。そう、許可とかはいらないですけどね、そう特定犬になるんですよ。で特定犬って何っていうのなんですけど、言ったら許可はいらないんですけど、自治体によっては許可のいるワンちゃんになります。基本的には許可なく飼えるんですけど、まあ、場所によっては許可を下ろさないと迎えちゃいけないよっていうワンちゃんでもあるんですよ、うん、まあ、いわゆる特定動物の犬バージョンみたいな感じなんですよね。だからこのグレートデン以外にも特定犬というのは狼犬だったりピットブルとか、土佐犬、あとはマスティフ、シェパード、ドーベルマンとかいろんなね、まあ、10種ぐらいの犬種が特定犬になってるんですけど、グレートデンもそのうちの一種です。で、グレートデンってもちろんね知ってる方も多いんですけど、世界でね最大の犬になります。ギネスブックに載った、世界最大のワンちゃんになるんですよね。平均的な体高だったりそういうのはアイリッシュウルフハウンドの方が大きいんですけど、やっぱりギネスに載ってるんで世界一はやっぱりグレートデンが、そう世界一でかい犬っていう風にもなってるんですよね。でグレートデンは体がでかい割に優しい巨大アポロとも言われてるんですよ。どういうことかというと、体はすごくでかいし、いざとなったら飼い主を守る本当賢い犬なんだけど、普段はすごい優しい犬種なんですよね。で、ロイズもそうなんですよ。普段はすごいチワワでもビビったり、その小心者だよ。そう、すごい臆病なんだけど、でもいざじゃあ自分たちが叩かれたりとか、自分たちが何か危機に追い込まれた時、ロイズが自分の体を割り入ってまでも守るようなワンちゃんなんですよね。
で、要するに今回の事故は、グレートデン2匹が、12ヶ月の赤ちゃんを駆け殺したっていう事件で、噛んじゃってそれ亡くなっちゃった事件なんだけど、だから頭蓋骨の骨が折れちゃったんだろうね。で、じゃあなんでそういうのが起きるのってことなんですけど、まあ、自分たちから見たイメージ感じなんですけど、多分その2頭は放し飼いしてたんだろうね。多分普段から多分庭で放し飼いしてたんだと思うんだよ。あ、なんか 1.8 メートルの柵の中に放し飼い状態のやつ。あ、いたもん。だからもう毎日そんな感じの中で生活してたってことだよね、うん、で俺ね、すごい思うのが、グレートデンって本当に賢いんだよ。本当に賢いし、本当に飼い主に忠実なので、やっぱりでもやっぱり体が大きいから、やっぱり運動量そんなに必要なのって結構みんな聞いてくると思うんだけど、大型犬自体ね、その例えばドーベルマンだったりスタンダードプードルだったり、そういうワンちゃんはもうそういうお仕事をする犬だから、やっぱり運動量は必要なんだけど、グレートデンとか、まあ、アイリッシュルーフハウンドとか世界最大の犬になってくると、関節の方がすごく弱いんだよね。そうだから、長時間の運動とかダメなんだよ。よろしくは、よろしくはないんだよね。だからもう基本的に庭で放し飼いするだけでも十分な犬種とも言えるんですけど、じゃあその中で、じゃあずっと庭で放し飼いをしてて、言ったら飼い主とのこのコミュニケーションが取れなかったりすると、やっぱりそのグレートデン自体はそこは自分たちの縄張りとかあるわけなんだよね。で、その中で、その例えば自分たちの縄張りに違う人が入ってきたりだとか、今回11ヶ月の赤ちゃんだから、やっぱり赤ちゃんができてから多分放し飼いにしてたんじゃないかなと思うんだけど、まあ、あくまで憶測なんだけどね。あんまり接触してない。そうだから接触してないから、他人が入り込んできたんじゃないかみたいな、自分たちの縄張りに違う人が入ってきたんじゃないか、だからバッていっちゃったんだと思うよ、うん、だからそのグレートデン2頭は多分飼い主さんは多分その祖父とか、そうだっけ、おじいちゃんの方とは別でね、多分懐いてる方がいたんだと思うんだけど、やっぱりロイズもそうなんだけど、まあ俺とルナにはすごいベタ慣れなんだけど、やっぱり他人ってなると社交性があるかって言ったら、自分たちにはすごいこういうバカなとこだったり、こう甘える部分は見せてくるんだけど、他人にじゃあこういう感じかって言ったら、なかなかねこういうとこを見せないんですね。そうだから、グレートデン飼ってる人みんな言うんだけど、見た目はイケメンだけど中身は天然って言うんですよね。まあどういうことかというと、やっぱり外で見るときは凛々しいだけど、家の中ではおとぼけ、だからもうこういう性格は家の中でしか見せないし、じゃあ外でもこういう感じなのかって言ったらやっぱり違うんだよ、やっぱり他のワンちゃん来たら警戒するし、で、じゃあ飼い主に何かあったら飛びついてくるワンちゃんだし、だから本当にね、グレートデンって賢いんですけど、やっぱりこのグレートデンの事故って子供の事故が多いんですよ。海外でも4歳の子がそのグレートデンの横を走ってたら頭を噛まれて死んじゃったっていう事件も結構あって、ほとんどが子供ターゲットの事件が多いんですよね。でそれはなんでかというと、子供って結構さ、はっちゃけるじゃん、こう、まあ、でもそれで混乱しちゃうんだよ。だから、なんでこんなはっちゃけてんの、もしかして俺らのとこ来んのとかさ、わかんないんだけど、まあそういう感じはあると思うんだよね。だからなんだろう、今回の事件は俺もびっくりした。だから普段からコミュニケーション、飼い主さんとそのグレートデンのコミュニケーションってすごい大事だし、どんなワンちゃんでもやっぱりストレスをためるだとか、ワンちゃんとの接触を減らしちゃうとやっぱりどうなるかわかんないから。そうだね。それって犬に限らず他の動物もそうだと思うの、猿でもそうじゃん。まあまあそうだね。もう普段は接触してるから大丈夫だけど、1ヶ月2ヶ月接触しないとやっぱりストレスで飼い主嫌いになっちゃう子だっているわけだから、やっぱり普段から毎日ね接触することはすごく大事だなと思います。どうだったルナ今回の事件。いやでもびっくりだよ。まさかめっちゃ来てたからね。ちょっとグレートデンの特集やってほしいですっていうのも来てたから、ちょっとこれ絶対やろうと思って。で、なんだろう、これとはまた別で、ちょっと俺がね、ロイズと、ノイディが暴れてる時、まあ、要するにドッグランで遊んでる時にライキが吹き飛ばされた事件があるんですよ、上の子が。あー、分かる。ロイズとノイディからしてたら遊んでた、だけどやっぱり体重80キロもあるワンちゃんなわけじゃん、アイリッシュのグレートでも。で、その中に子供がいるとやっぱり危ない。とりあえずその動画見せよう。じゃあね、その上の子が当時まだ2歳ぐらいかな、ロイズとノイディが遊んでた時に、まあ、飛ばされちゃったね動画があるんで、ちょっと皆さんにご覧いただこうと思います。
よ。ですね、まあ結構あの時はまあロイズのお尻が当たって飛んじゃったのかな。そうだからノイディとロイズがこう遊んでもうそれに夢中になってるよね、二頭とも。そうで俺らが止めてんのロイズロイズって言ってたけど全く止まんなくて、で周りにそのまま見えてなくてちょっとロイズのお尻がポンって当たったらポンって。そうだからちょっとお尻当たるだけでもあんなに吹き飛ぶわけなんですよ。だからそれがね、じゃあ11ヶ月の赤ちゃんだったり、まあそこまでいくとやっぱりお尻当たっただけでも危ないし、ちょっと噛まれただけでも危ないから、基本的にお子様がいる家庭では絶対にお子様がいるときは犬自体を興奮させちゃいけないよね。うん、犬を興奮させないこと、またはやっぱり体の作りができてない子供の場合、あんまり近くで遊ばせないっていうか、あんまり接触させないという言い方はあれなんだけど、こうやっておとなしい時に触らせるぐらいでいいと思います。うん、で飼い主さんが近くにいること、子供がいるときはこれは間違いなく大事なことだから、やっぱりあのどんだけおとなしい、どんだけ賢い犬でも、じゃあ例えばちょっと気を許すなとか、ちょっと遊べる場所でこう野放し状態するとやっぱり大型犬だから、うん、事故にはつながるからね、あのそういうのはすごく大事だと思います。だから来季もね結構ちっちゃい頃からバーって遊んでるけど、でもローズとかからすればやっぱり子供っていう認識があるから、やっぱり子供相手に怒ったこと一回もないしね、うん、噛んだことも一回もない。やっぱりあのそれは飼い方によってとか、やっぱり多頭飼いだからある程度分かってはいると思うんだよね。どっちかっていうと守る方だよね。そう、守る方だから、じゃあライキがリブに遊ばれてる、そしたらロイズ守りに行くから、うん、だからやっぱりね、じゃあ同じ犬種だからって言ってワンちゃんによっても性格が違うんだよっていうところもね、今回皆さんにこの動画を通じて伝えたかったなっていうことです。で、そして、何よりも大型犬だからね、やっぱり子供相手で遊ぶときは本当に気をつけて、保護者がね近くにいる状態で遊ばせてあげてください。はい、ということで今回はね、グレートデンの事故に関して、まあ、自分たちから飼ってる身としてそう、はい、報告させていただきました。もしこの動画が良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。オブリガーチャオ、チャンネル登録よろしくね。